ワンピースバーニングブラッド。異形であるボートガスエースを救うため大監獄。しかしエースはすでに処刑場。マリン・ルフィはインペルダウンの囚人。うわおい、なんだあれは。何か空から降ってくる。どんな死に方嫌だったべ。誰か止めてんの。いた。ルフィ。エース。やっと会えた。おいあれ、まさかクロコダイル。それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。いや。世界を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。よっと。やるじゃねえか。どい。次だ。はっ。よっと、よっと。ゴロゴロ。ロケット。やるじゃねえか。余計な体力を使わせやがって。やるじゃねえ。やるんだ。おりゃ。こっちだ。こっちだ。やるじゃねえ。この手ならびろ。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うぜ。お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。そんな生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ。あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。
ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。が囚われている処刑だ。仲間たちと共に凍った海を駆け、だがそんなルフィの前に一人。どけたち。お前ケムリン。そうだ、あの実って回廊石が入ってんだ。やろう。お前は俺が始末する。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。ゴムゴムのガソリンが。ゴムゴムのレッド。やるな。バズーカ。次だ。よっ、セカンド。全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。そなたは必ず生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。ハンコック、おめえってやつは。ありがとう、鬼切るよ。よいのじゃよいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃルフィ。ありがとう。行かせねえぞ麦わら。パフュームフェムル。不届き者を控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦、会場では白ひげを執拗に狙う黒き、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまた鷹の目。
悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目、さて運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか、あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち、戦闘丸の艦隊を白ひげ船団、白ひげ傘下の海賊たちから狙え。パシフィスタの猛攻で、一方その頃も スカード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。すいませんおやさん、後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね、俺たちも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。うるせえ、こうさせたのはお前らじゃねえか。
スクラーども、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとは、とんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤い間に騙され白しかし重傷を負わされてもなかった。船降りグラグラの身の能力を振るい始める。世界を破壊できる力を目の当たりにし海軍の海力でマリンフォード島全体に対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかに報道。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いねこの若さ。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。マズーカ、バカされな。マズーカ、うっとうしいの。よっと、爺さんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。隊長、俺は一番隊隊長マルコ。
行くぞ野郎ども。マルコに助けられ青生地の攻撃だが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザル。じゃねえ、麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。よっよっよっと、よっと、やたの鏡、よっと、はっ、でやっ、おのおの、まずーか、うん、白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなすてべね。意気はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。三大将に戦いを挑んだが、ルフィはしか立ち上がれないほど消耗したルフィ。しかしまだエースルフィはイワンコフに。イワちゃん、最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれイワちゃん。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら俺は後で死にたくなる。今戦う力を俺にくれ。だからバタージはバナータに死ねるじゃん。ドラゴンに合わせる顔面がねえつってんのに、このバキャベルメイン。分かったわよ。勝手にしやがれ。ルフィ、ワンコフにテンションホルモンを注入され、再びまたエースを処刑する気だ。エースを救出するため処刑台。
厄介だ。ニセクモ。ダメージ大きく必ずほらくらさぬはのっは帝国包囲力の武器を使う跳躍ぬさあよっとねさあほっとけ損傷大なんとダメージこの者バズーカはっ強力な攻撃を受けているカップル本性大10に強力はダメージ味方がやられているダメージ回避危険に攻撃をダメージなんとくせーと攻撃数ダメなんとはめんめくとらめん攻撃を受けているイワちゃん任せろダメージ重大な打撃ダメージ攻撃を受けているダメージ70%オーバー攻撃ダメージ戦闘不能に対応し援護する危険ピストル跳躍ロック縮小ぬりゃくそ危険からだよっけこのぬりゃくダメージ70%オーバー一つぬやっセカンド通過でござる跳躍継続の継続攻撃ぬ第一攻撃目標ちくしょう回避全部ぶっ飛ばしてやるジェットピストル跳躍のやっセカンド攻撃全部ぶっ飛ばしてやるジェットピストルダメージ攻撃危険ソフトバズーカ衝突やっサードボアハンコック七部会おい危ねえぞお前攻撃中止味方だそうかお前ら味方かありがとうハンコックまた名前をWe'll be right back.
ルフィの目の前で倒れたマルとジョズ。海兵たちの、しかし心は折れて、息子たちの明るい未来を、未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ、白ひげ。やれ、エーサー、見ろ、白ひげ。やめろの、覇王色だ。おいおい、マジか、あの小僧。ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気にあって、白ひげが叫ぶ。野郎だ、麦わらのルフィを。1対10を、麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかいって聞いてんの、ケブル。ヒーハー、白ひげのおかげがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。避けな、麦わらボーイ。高の目だ。虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな、鷹の目。ルフィは勢いに乗り、祖父ガープをも下し、息上がるルフィたち。
に任せろ。海軍大将キザルを白ひげに任せ、ルフィはついに、しかしそこには最後の砦として立ちふさぎ、鍵あるんだ、待ってろ。ルフィ、お前待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。よっと、はっ、即刻死刑。小賢しい、頼むぞ。まずいか、勝ったつもりか。よっ、即刻死刑だ。頼むぞ。まずいか。それでは貴様らに怪我させはせん。昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしやがって。エース危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したら。切り抜くなルフィ。おう、しばしや。エースさん、ルフィ君。戦えるかルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとうルフィ。チッ白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。数々の困難を超え、エースを救出したルフィ。あっ、やる男。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。麦わらを処刑しろ。強くなったなルフィ。いつかエースも超えてみせるぞ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれルフィ。フェザントバック。強肩。
と。ちょっと強くな。ほら。せい。せい。まだだ。なんでや。うわ。行くぜ。俺の力試してみるか。エースの開口を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードとし、エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんと思い切れないエースだったが、ジンベイにせかされ白ひげに背負う。だが解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありませんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。
人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。絶対に見ましょう。せい、じゃ、じゃ、やかされるな。じゃ、終わらねえよ。油断しちょらんか。ふっ、じゃ、じゃ、まだだぜ。調子に乗りよって。よっ、ほっ、よっ、よっ、ほっ、ほっ、どうだ。まだじゃ。大噴火。やるな。大噴火。大噴火。絶対に。調子に乗りよって。大噴火。これはどうだ。分かったな。と。どうや、おら、エースが焼かれた。エース、おい、ルフィ君、お前さんもう限界じゃ。あ、エースのビブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビー。ごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな。そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。
ルフィをかばい、赤犬の一撃をルフィや白ひげ仲間たちに礼を言い、満ち足りて嘘だろ、エース、エース、助けた兄を眼前で殺され、ルフィの精神は、だがエースの弟を連れてけよい、ジンベイ。エースの意志は守られ、受け継がれていく。ルフィの中に